始まりました。ハードオールド星谷です。やった。話題なんかな。話題なんかな。結構話聞きますけどね。誰から聞くの。なんかやってるらしいやんって。ほんま、全然聞いたことないけど。いますか。いやいや、結構反響はないマジですか。ない。あ、ない。はい、わかりました。はい、行きましょう。今回は、ちょっと僕、他の星屋さん、まあ、全国の星屋さんいっぱいいるじゃないですか。うん、まあ、星屋さんが、どんな道具、どんなトレ使ってんのか、ちょっとすごい気になってて、まあ、なかなか見る機会とかもないから、ちょっと、まあ、近いところから、みんなどんなの使ってんのかな、ということで、ちょっとまずトレから。じゃあ、ケイジのから。お願いします。はい、僕、トレ今使ってんのは、ちょっと大きいやつなんですけど、うん、結構なんかトレーをコロコロ変えるんですよ。なんか大きしたり、うん、ちっちゃしたり、うん、今はどうだ、めっちゃなんかめっちゃ使いにくそうやねんけど、でかいな、結構でかいですね、うん、いや、走れる今、全然走れます。全然、片手で、こうやって持ってる。もちろん片手でも持てるし、うん、はい、大きいんで、結構まあやっぱ入る量が多いっていうのと、うんうん、まあ、カバンだから、もうカバンほったらかしにして、うん、まあ、ここにちょっといっぱいいろいろ入れれる、まあ、聞こえや、入れれるんですよ。だ今はちょっとこのトレー今使ってるんですけど、はい、そもそもパレットが真ん中にあるのがなんで、あ、これ、いや、これね、こうやってできるんですよ。これはこれこうやってできるんですよ。いや、これこれこうやってできる。いやいや、それできへんやん。できてないやん。これ乗ってるし、なんかできてないやん、全然。これはこうやってこういう風にもできます。いや、結局真ん中やん、パレット。これ真ん中なんですよ。これちょっと真ん中じゃないと入らないんで、真ん中に入れて。スペースは何なん。これは紙コップ使うときあるじゃないですか、うん、まあ、ちょっと色調色したりとかするときのスペースとか、置けるってことね。ですね。あと、まあ、なんか置いたりとか、うん、そういうちょっとした、ちょっとスペース、ちょっとスペースね、ちょっとスペースです。うん、いや、ちょっと筆見して。筆は、そんな筆で木目描けんの。そのこれ、これ、まあ、木目描くときはこれですね。これそれ、いけてんの、それ、その筆いけてますよ。マジで。そ、なんなん、そのなんか段ボールの破片みたいな。あ、お前、ごめん、気づきました。それ何。お前気づきました。これこうやるんですよ。あ、たた。これこうやって、あ、腕差しね。そうです。狭いからいいよね。そうなんですよ。まあ、ちょっとし、なんかあるじゃないですか、うんうんうん、ちょっと立てたい時ないですか。なんか寝かしときたくないみたいな。ついてるよ、しかも。そうなんですよ。あ、そうなんだ。つけてるからこう、まあ、こうこうね。へえ。こうやって良さそうやね。まあまあ、ちょっと、これ何、これ。これ何なの。これは、寝かしたいとき。寝かしたいときは、ちょっと、マジで何なの。寝かしたいときの、この掘り込みね。これ掘り込み、ちょっとすみません、裏向いてましたけど、こう、ちょっとこう、こうしたいときもあるじゃないですか。今、寝かしときたい、寝かしておいてあげる。まあ、これ、あれですよ。あれ、何でしたっけ、これ。ああ、メタルブレーカー。メタルブレーカー。まあ、たまに使うやつ、いいねや。まあ、ほとんど使ってないですけど、たまに、これ何。あ、それはそれは拭くやつです。いろいろ拭くやつ。そうな、もっとちっちゃくてもいけそうな気するね。まあまあ、そうですね、コンパクトにもできるんですけど、うん、まあ今ちょっとこれで落ち着いてますね、うんうん、ちゃんとあれも敷いてるし、裏に。まあまあまあ、こうなった。はい、まあ、僕のはこんな感じで、はいはいはい、はい、では次、たくさんお願いします。僕やねんけど、うん、僕はなんせちょっときちっとしたいから仕分け、仕分けしたいから、うん、この無印のやつをきっちり収まるように、まあ自分でこの、このプラ板で作ってる。あ、手作りなんだ。そうやね。で、曲げて作ってて、うん、で、まあ、これでも独立できますよ、うん、まあ、あ、そうそうそう。で、区分けされてるから、物がこう、ごちゃごちゃならへんっていう。まあ、こう、パッて入れとか。そのデンジャーって何が何のデンジャーな。気になる。全然まだ入ってんやん。
パテ入ってる、めっちゃデンジャーや、こんなん無事や、俺捨てるやつや、何も入ってる。いや、これ俺捨てるやつやで、パテ使う、デンジャーパテ使う。じゃあこれが、その時に使うやつをここに入れる。あ、じゃあ、あ、じゃあそれは別だよ、もちろんもちろん、これでは回らないやん。何入ってるのか、何も入ってるのか。あとはまあこうね、ヘラとか、そうね、こういうね、うん、なんかこう、なんかこう開けたりとかね、当て木とか。いや、なんかさっきケイシもそうやってんけど、うんうん、まあ、この次のタカシもそうやんけど、うん、これ、なんなん、これ芯なんですよね、うん、ちょこっと芯なん、ちょっと、え、ボトルは樹脂なんですよね。ボトルはボトルで別にカバンにあんねんけど、ボトルでかいやんか、うん、でこれだけで回りたいから、でこれだけ用のやつをここに置いて、こうチュチュってやったり、チュチュってベースにやったりとか。ああ、パッとパッとパッとね、こもう細かいからさ、入れやすいやん、これ。あ、そうなの、ね、めっちゃ邪魔じゃない。そうそうそう、邪魔じゃないよ、全然邪魔ではない、全然邪魔じゃないよ。それは細いからこれ薄いやつに入れたい、大好きな、なんか、なんかこれこんな入れ方する、これなんか分けたいけどな、俺。いや、分けるとヘラが入れへんねんや。まあ、ちょっと、あ、そう、そう、ここはもう、まあ、乱雑やけど、この無印の仕切りがあるから、うん、守られてるみたいな、うん、なんかな、まあ、大きさもね、これぐらいが僕はコンパクトだね。そうそうそう、階段とかでもいけるしね。あ、これあれか、メラミンスポンジだな。そうそうそう、え、これ、あ、これは違うで、これあの竹とかの水分を取るやつ、水分ちゃうけど、ちょっとやってやる。ああ、そうなんや。なんか吹いたことないけど。ないな。新しい。これは新しい。こぼれちゃった。何でできてるんですか。これはスポンジというか、なんかパパフみたいなやつ。パフみたいなやついっぱい家にあるから。それをなんで家にあるの。嫁のやつ。ああ、そうでしょう。そう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 。うん、あ、パレットめっちゃ少なくないですか。少ない。え、3つ入ってんね。3枚3つ、うん、3つも入ってるよ。3枚だけ。いや、あの向こうにあるよ。ああ、まあまあまあ、あるけど、まあちょっと、あ、別であるね。戦力的なやつ、カバンに別である。そうそうそう、まあ、こんだけ終わったら見えると。え、カズさん、この腰袋はしないです。腰袋せんへんから、基本的にはもうこれで。えら、こんな曲がるし、こんなこぐ、今日ちょっと力入れたから。いつも見ていただきありがとうございます。星屋談義ではこんな話をしてほしい、ぜひ出演してみたいなど、星屋さんのご意見ご要望どしどし募集しています。ぜひぜひコメントもしくはメッセージなどお待ちしております。星屋の皆さん、一緒に楽しみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。